西口で入り口階段東部ワールドスクウェア駅、開業前は駅舎に、マスコットのトムとマイムの装飾があった、東部ワールドスクウェアの案内板を兼ねていた、駅名標。撤去済み現在の駅名標、鬼怒川温泉型から見た、ホーム前景小佐護駅は、栃木県日光市鬼怒川温泉大原にある、東部鉄道鬼怒川線の駅である。駅番号は、TN54。 島式ホーム一面二線を有する地上駅。駅舎は線路の東側にあり、ホーム及び線路の西側で入り口とは、古線橋により連絡している。無人駅であり、乗車券は駅前商店で発売する。ホームは玉石積森土式の特徴ある外観を有し、絹川線の近代化を今に伝える構造物であることから、東武鉄道小佐越駅プラットホームとして、 国の登録有形文化財に指定されている。駅舎は1993年の東部、ワールドスクウェア海園に合わせて改築されたもので、道園への最寄り駅として、東部ワールドスクウェアの営業時間帯には、窓口係員が派遣されていた。しかし、2017年7月22日に東駅より、約700メートル北側の道園メインゲート付近に、東部ワールドスクウェア駅が新設され、 最寄り駅としての役割が同駅に移ったため、窓口係員の派遣は行われなくなった。2019年度の1日平均乗降人員は215人である。近年の1日平均乗降人員の推移は下記の通り。ありがとうございます。